おはようございます。白菜です。本日のお話は、恐怖心の先にあるものというお話です。先日ですね、スカイダイビングをちょっとしてきまして、まあ、結果から言うとですね、事前にこう想像してたよりは怖くなかったんですけど、まあ、やる前はですね、まあ、万が一何かあればね、死ぬなっていうことも、一応、可能性としてこう、覚悟はしてたんですけど、まあ、ね、ちょっと大げさと思われるかもしれませんけど、まあ何があるかわからないので、ね、まあまあそれはともかく、この、なんだろうな、自分がちょっとなんかこう、怖いと思うことをしてみようと思った時にふと、浮かんだので、まあやったんですけど、その怖いと思うことをするっていうのが、もう単純にですね、それが何であっても、自分が怖いと思うかどうかっていうところが大事で、それがメンタルを鍛えてくれるわけですね。で、例えば、もう腹をこう空かせて、目の前に何かもう現れたら、すぐにもう噛みつくみたいな、そういう状態の、ホウジロザメが泳いでいる海で、あえて自分にこう切り傷をつけて血をちょっと出しながら、その海に飛び込んで泳ぐとか、もうそういうところまで行くと、でも怖いでしょう、確かに。でもですね、それをやってる姿を見たら、まあ、大半の人はですね、あ、こいつ壊れてるなって思うわけですよ、それは。で、そこまでやっちゃうと、ちょっと、おかしなことになるので、そこまでやる必要はないと思うんですけど、ただまあさっき言った通り、自分が怖いと思うことをするっていうのは、自分のまあメンタルを鍛えてくれると。って言われて分かっててもなかなかね、やっぱり、やらざるを得ない状況になったら、やるわけですけど、でもその、いや別にやってもやらなくてもいいよ。なんなら別に直前に逃げても誰も何も言わないよっていう状況。その中で、それをね、やるっていうことが結構大事で。で、その、まあ、とはいえね、自分がその、じゃあ、怖いと思うことやりましたと言って、そのやったことと、自分の中で、まあ、そういうのはできる。まあ、例えば、その、なんか、バンジージャンプとか、そういうのはできるけど、スカイダイビングとかできるけど、でもなんかこう、人と話すのは本当に怖いとか、っていう、その、ま、怖さの種類とか、ね、人によってそういう恐怖っていうのを何に、恐怖を感じるかっていうのは違うので、その、怖いと思っているものを単純比較っていうのはもちろんできないんですけど、でも、そこよりも、怖いと思うことを自分で決めて、そこから逃げずに、逃げてもよかったのにやるっていうことが結構大きい。それが、まあ、結果がね、なんかまあ、うまくあんまり、自分がこう想像した通りにはいかなかったとしても、それをやったっていう、ね、それをできたっていう、自分を知っているっていうことが、すごく自分にとって自信になるわけですね。で、まあさっきも言った通り、怖いと思うことは人によって違うわけで、A さんがこれは怖いと言っても、いや B さんは、いやそんな怖くないよって言うかもしれない。でも、それはどうでもいいんですよ。そんなの。他の人が、そんな大したことないよって言ったところで、どうでもいいんです、そんなの。あなたはそう思うだけでしょっていうだけで。自分がどう思っているかっていうところが大事で、大事なのは自分が怖いと思っていることをやるっていうことが、重要なわけですよ。これはもう人は関係なくて、あくまでも自分の中の問題なので、だから人が何か言ったとしても、その全く気にする必要はない。って言っとけばいいわけですよ、別に。その、ね、自分がこういうことをしたよっていうことを、例えばなんか変なね、やつが聞きつけて、なんだお前その大したことねえよって言ったとしても、でって言ってあげればいいわけですね、別に。聞いてないから、君が怖いと思ってるか思ってないか聞いてないからっていうところで、そういうなんか、俺はこういうのできるんだぜみたいな、
もうその時点でも話がつまんないじゃないですか、そういう人って。だからもう、こうなんかちょっと、半笑いで、半笑いって言ってもなんか小馬鹿にした感じじゃなくて、すごいねっていう、笑顔だけ浮かべてあげれば、あともうそういう人は満足するんで。でも消えてもらうと。っていうところで、まあ何でもいいので、別になんかちっちゃいことでもいいわけですよ。すぐ終わることでもね。なので、怖いなって思うことを、ちょっとまあ書き出してみて、それを実際にやってみる。そうすると、その自分のね、本当にこう真ん中にある芯の部分っていうものが、太くなっていくので、そうすることによって何か他のことをチャレンジするときに、そのできた自分っていうものが、自信になって行動につながっていくので、自分をこう後押ししてくれるし支えてもくれるので、なのでまあその無理かなと思ってもその怖くてもできる自分っていうものをどうか信じてあげて、やってみていただければなというふうに思います。はい、ということで本日のお話は恐怖心の先にあるものでした。では今日も素敵な一日を。